こんにちは。今日は福田敏夫さん、福田明子さんのね、素敵でしょを読みます。ね、素敵でしょ。今日はとってもいい天気。散歩に出かけよう。アリさん、どこに行くのかな。赤いお山だ。登ってみよう。赤いお山？不思議。あ、鶏さんの頭だ。鶏さんは言いました。ね、素敵でしょ？素敵なトサカだね。白、黒、白、黒。これは何だろう？わあ、シマウマくんの背中だ。シマウマくんは言いました。ね、素敵でしょ？本当に素敵な模様だね。ふう、ちょっと一休み。これは何だろう？わあ、豚さんのおっぱいだ。子豚くんたちは口を揃えて言いました。ね、素敵でしょ。いいね。雨が降ってきた。滑っちゃうよ。大変。うひゃー、ゾウさんのお花だ。ゾウさんは言いました。ねえ、素敵でしょ。面白いね。危ない危ない、チクチク山だ。尖ってるね。おっと、ハリネズミくんの背中だ。ハリネズミくんは言いました。ねえ、素敵でしょ？かっこいいね。ぐる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 、メガボール。なんだろう？わ、カメレオンさんの尻尾だ。カメレオンさんは言いました。ねえ、素敵でしょ？長い尻尾。でも、僕だって。なんだろう。アリくんは言いました。ねえ、素敵でしょ？バイ仲間がいるんだね。おしまい。今日の本、どうでしたか？ぜひチャンネル登録してくださいね。そして今日の本が気に入った方は下のリンクの方から買うこともできますよ。それじゃあまた。